ターサックチャイマンは、太陽国の元サッカー選手、サッカー指導者。元太陽国代表。ポジションは MF。2002タイガーカップで最優秀選手に輝いた、東南アジア有数のサッカー選手である。武器は高精度のフリーキックである。名前については、テルートサックチャイマンと記されることもある。スパンブリー FC の下部組織出身で1994年に、 ライネービーラヨーンで選手となった。その後1998年にオーソットサパー、サラブリー FC に移籍した。2000年にベックテロ・サーサナ FC に移籍し、2002年にシンガポール・アームド・フォーシズ FC にレンタル移籍すると、同年の S リーグ年間最優秀選手を受賞した。2003年はベックテロ・サーサナ FC に復帰し、 AFC チャンピオンズリーグ2002から2003に出場、グループステージでは鹿島アントラーズ等を破り、決勝ラウンドに進出、決勝で、あるアイに FC に惜しくも敗北したものの、決勝、第2試合では自ら得点を決め1から0の勝利を、もたらし、同大会の最優秀選手に輝いた。2004年には、ベトナムの微細人民 FC に移籍したものの、 胃の筋肉の怪我に苦しみ活躍はできなかった。翌2005年はシンガポールのホームユナイテッドからの関心が寄せられていたもののライバルでありかつて所属したシンガポールアームドフォーシズ FC に移籍した。その後2010年に下部組織以来のジョンブリー FC 復帰を果たした。2015年12月にはジャデー・ミラップ監督の辞任に伴って選手兼任監督に就任した。 その後 AFC チャンピオンズリーグ2016のプレイオフで FC 東京と対戦している。1994年に代表初出場。2002タイガーカップでは優勝メンバーの一人となり、彼は最優秀選手を受賞した。その後招集されない時期もあったが2007年6月には AFC アジアカップ2007のメンバーとして再び招集がかかった。代表での得点一覧。 ありがとうございます。